オートマグは1969年に発表、ハリー・サン・フォードにより設計され、1970年からオートマグコーポレーションによって一般発売された世界初のマグナム弾を使用する自動拳銃である。後継機種として発売されたオートマグシリーズと区別する意味で44オートマグとも呼ばれる。回転式拳銃に マグナム弾薬が使用される製品ができたことに対し、オートマグコーポレーションは、当時の新技術だったステンレスコーを使用することで、マグナム弾の使用に耐え、メンテナンスもしやすくなることを目指した。ボルトの閉鎖機構には、自動小銃で用いるような、ターンボルトロッキングシステムを取り入れ、閉鎖不良を回避するためのボルトアクセロレータも取り付けられている。ステンレスモデルのみの発売であり、 大型のレシーバー一体型重心は上部にリブが設けられ、大型のクーリングホールが開けられている。使用実報は 44AMP。自動拳銃の利点である相談数や反動軽減、発射ガスの利用効率の良さなどから、当時世界最強の拳銃とされていた S&WM29 を超えるとの期待もあって、先行予約では8000兆の受注があったとされる。 しかし、後日の様々な欠点により、オートジャムという別称が生まれ、商業的には失敗し、AM 社は1年余りで倒産した。その後もメーカーが売却や合併を繰り返したため、国員が AM、都度、ハイスタンダード、AMT などに変化しながら製造販売され、1983年に生産中止となった。 1998年から2000年にかけて亡くなった設計者の追悼の意味も込めてオリジナル黒印復刻レシーバーの限定販売が行われたがマネジメントを担当した AMT ゴリーナ社が倒産70兆前後の出荷で終わっている。2015年にサウスカロライナ州にて設立されたオートマグリーミテッドコープ社はハリー・サン・フォードの遺族より資材 商標を買い取り、現代のより発達した技術で再設計を行い、それまでの欠点を克服したクオリティの高い銃として、復活、発売した。変更点としては、マガジンの不良を防ぐため、マガジンリップの弾薬を保持する部分が、わずかに高くなり、マガジンフォロワーも厚みを増している。さらにオートマグ開発当時にはなかった、加工精度の高い CNC 加工技術を用いている。 表面仕上げはサンド、ハイポリッシュ、セラコート仕上げが存在し、後継は通常の 44AMP 弾に加え、44マグナム弾、45ウィンチェスターマグナム弾、22LR 弾を使用するモデルが存在。ほぼオーダーメイド品に近かったため、大量の純正カスタムガンが市場に流れている。後継は 357AMP、35 44AMP のほか、41AMP、30AMP、25LMP、22LMP の6種類。重心長は、リブドバレルが6.5インチ、8.5インチ。ノンリブバレルでは6.5インチ、8.5インチ、10インチ、12.5インチの4種類が確認されている。オートマグと同じ設計者。 ハリー・サン・フォードのもと、AMT 社から、オートマグの後継機種として発売されていた拳銃のシリーズ。オートマグの名を冠しているが、基本的には、コルトガバメントのコピーモデルをベースにした銃であり、外観も機構も全く違うものになっている。オートマグ3、オートマグ V。ありがとうございます。